今泉プレゼンツファンキルのゲッツして遊ぼう。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届け。この番組はゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問や提案に答えたり、ゲームをラジオも一緒に作っちゃおうというテーマでお送りします。じゃあ絶ラジオドラマ早速いきましょう。ラジオネームそよのさんからで、オティヌスの悪巧み。ここはファンキルの世界とはほんの少しだけ違う世界。ファンキルを愛する誰かが願ったキル姫たちのとある日常の記録である。にゃー、こんなところに猫なんて珍しい。それにしてもずいぶん人懐っこいわね。甘えてくる猫にアルマスが顔を近づけると、猫の顔がオティヌスの顔になってしまった。わあ、おお驚いてくれたかな、アルマス。オティヌスが化けていたのね。一体何の用？実は君に化けてマスターにいたずらをしようと思うんだ。面白そうね。いいわ、協力してあげる。ちょうどマスターが2人の元にやってきた。マスター、今オティヌスが私に化けてるの。マスターならどっちが本物かわかるわよね。もちろんと頷くマスター。そして彼は言った。布団が吹っ飛んだ。すかさずマスターは、今回のバトルはスルーすると続ける。笑っている方がアルマスだよとマスターは自信満々に指摘した。オティヌスは呆れ顔で普段の姿に戻る。ちょっとどういうことよ、何が面白いのかちっともわからない。アルマスを完璧に真似したつもりだったんだけど、笑いのツボまでは真似できなかったみたい。まあ外側は真似できても中身までは難しいってことかもね。アルマスがどうしたら笑顔を見せてくれるかちゃんと分かってるからとマスターが二人に言う。何言ってるのよ。誰が聞いたって面白いから。それじゃあちゃんとアルマスの中身も真似してあげる。マスター、いつもひどいこと言っちゃうけど本当に感謝してるわ。大好きよ。いきなり何を言い出すのよ。アルマスの心の中身も真似できていただろう。